皆様、毎度ご視聴ありがとうございます。ヤマキヤードです。最近ですね、動画の更新というのがなかなかできません。身内がちょっと調子が悪くなりましてですね、あっちへ行ったりこっちへ行ったりしてるんです。で、ちょっとこういう昼間時間が空いたらですね、作業をしていますが、なかなか、思ったようにちょっと進みませんね。やりさしの仕事というのが結構いっぱいあるんですが、まあちょっと中断ということになると思いますね。時間が空いたら、進めたいと思うんですが、それよりも何よりもですね、ちょっと実家の周りにあるガラクタをできるだけ早くどっかへ持っていきたいというのがあります。まだ、いつまでにこうどかせとかそういうのはないんですけれども、できるだけ早くどっかへ持っていきたいというのがありまして、どうしようかなと、もう、投稿しばらくしないようにしようかなと思ったんですが、そのガラクタをですね、持っていくのが私が考えても無理だろうと、私もいろいろ今までやってますが、ちょっと無理だろうというような、誰が見ても多分無理でしょうと思うんですが、やるしかないので、おそらくこれはですね、ナイターで無理やりやるしかないでしょうね。もう時間がそう取れませんので、ひょっとしたら私がたくさんぶん投げてるガラクタがいっぱい出てくるんで面白いかもしれませんよね。あと人が大変苦労している場面というのは、見たら面白いものなのかもしれませんよね。逆に面白く、全然面白くないかもしれませんが、そういうちょっと変わった動画を、投稿させていただくようになるかもしれませんので、しばらくというか、どうでしょうね。半年ぐらいかかるかな。どうでしょうね。3ヶ月とかじゃ無理なんじゃないかなと思うんですけども。半年ぐらいになるかな。ちょっとそういうですね、動画を垂れ流すということになると思いますね。何にも投稿しないよりはいいですかね。どうでしょうね。時間的なもんで、ちょっと翻訳とか字幕とかいうのはあまりつけれないかもしれませんので、どうなるかちょっと分かりませんけれども、撤去しないといけないのは確かなので、ちまちま動画を垂れ流すようになるかもしれませんが、今後ともよろしくお願いいたします。シリーズ化されているものにつきましてはですね、順番に投稿していきますので、よろしくお願いいたします。